下着をはじめとした下着を身につけた時に、ね、体がきれいに見えるようなボディケア商品、女性を輝かせるような、そういった美容商品を、ね、開発したり、そういう会社の、お手伝いをしています。会社を創業したのは本当にもう26歳の時だったんですけれども、大学時代の友人と一緒に会社を始めたんですけれども、女性としても仕事のパートナーとしても、うん、2人は私の中で引けたんだと思っているので、だんだんその信頼感とか、まあ、パワーっていうのはついてくるとは思います。女性のバランスとか状況を良くする、もうありとあらゆる商品を作ってきていて、今はもう何十万個も売ってきたっていう歴史があります。温度サロンは音波を体に流しながら必要な場所を測定します。それに対して周波を体に流すことでその揺らぎを調整していくっていうものなんですけども、要は未病の状態を発見することができたりとか調整することができるような機械になります。自分の体と向き合いながらも常々やっぱり自分が頑張れる状態に持っていきたいなと思う女性にみんなに手にしてほしいと思います。日本の女性はなんか本当にもっと下着を楽しんでもいいんじゃないかなと思ってまして、10代の時なんですけれども、まあ、自分がコンプレックスを持って、生きていた中で本当にお気に入りの下着に出会えて人生が変わったっていうのがありますね。こんなに下着で女性って変われるんだなと思って、そこから下着に魅了されました。あの時の、まあ、10代の私同じような悩みを持っている方って本当はすごくたくさんいると思うんですよね。そういった女性を変えたいなと思います。下着はですね、女性のその体をきれいに見せるっていうことはもちろんなんですけれども、まあ、それだけではなくて本当は女性の その内面とか心を変えるっていうのが下着の力だと思ってます。やっぱり自分のお気に入りの下着をつけることによって自分の気持ちが前向きになったり心が解放されたり、そういった、自由な気持ちになれるのが下着のすごさだと思います。下着ってやっぱり毎日つけるものなので、なんか下着を変えるだけで本当に毎日の日々の生活や考え方が変わる、一番なんか手っ取り早いものだと思うんですよ。本当はいろんな商品を設計しながらそれを手にする女性を輝かしていきたいっていうのはもちろんあるんですけども、やっぱりそれに携わっていくことで一番やっぱり自分たちが輝いているような、女性ってやっぱ大変なんですよね。そんな中でもこういつもはつらつとした自分たちでありたいし、そうできる人たちを増やしたいと思ってやってます。私は国内で作ることにすごくこだわりを持っているんですけれども、素晴らしい技術を持っている日本の縫製工場さんがどんどん潰れていくんですね。ですごくそれを見ていて私は残念な気持ちに思っていたので、素晴らしい日本の匠の技術を使った下着ブランドをアジアだけではなくて世界に発信していきたいなと思っています。